はい、こんにちは。116ウィンズです。プレーオフ真っ最中の MLB ですが、先日移籍市場に関して気になるニュースが出てきましたよね。巨人の菅野智之選手が候補にメジャー移籍を目指す方向にあると ESPN のジェフ・パッサン記者が報じまして、またその報道を受けまして菅野選手本人からも候補メジャー挑戦の意向が語られました。菅野選手といえば4年前、2020年オフにポスティングでメジャー移籍を目指しましたが、この時は運悪くコロナ禍で MLB では異例の60試合の短縮シーズンを終えたばかり、球団の収益面の見通しも立ちにくい状況であったことから移籍市場がなかなか動かず、実際菅野選手に限らずこの年のオフは総額1億ドル以上の契約を結んだ選手が3人しかいなかったわけで、なかなか難しいタイミングでもあったと。そういった中で希望する条件を得られなかったことから日本残留の道を選んだわけですが、ただその後の菅野選手は怪我などもあって前世紀ほどのパフォーマンスはなかなか発揮することができず、年齢的にももうメジャー挑戦はないのかなと思っていたら、今季見事に復活を印象づけるシーズン、来季が35歳のシーズンと決して若くはないのですが、今度こそ夢見たメジャーリーグの舞台へ行くことはできるのでしょうか。沢村賞2回、MVP2 回、最優秀防御率4回など、輝かしいキャリアを送ってきた菅野選手ですが、2020年オフに MLB 移籍を断念してからというもの、怪我などの影響もあって、菅野選手のスタンダードで考えますと、やはりかつてほどの成績は残せていませんでした。昨年はプロ入り後では最も少ない14先発で4勝、防御率 3.36、菅野選手の巨人との契約は毎年オプトアウトができる設計となっていたとされ、その気になればいつでもメジャー再挑戦を狙えたとは思うんですが、成績の面でやはり満足のいくものではなかったと。しかし今季は見事に復活のシーズンとなりまして、防御率 1.67 はセ・リーグ2位。いくらピッチャー有利の現在の NPB の環境といえど、リーグ2位の防御率は文句のつけようがないでしょう。かつてはイニング数に近い奪三振数を記録していた菅野選手でしたが、今季の奪三振の割合は 18.3% と、そこは数値的には落ち込んではいるものの、その分与四球を大幅に抑え込んでおり、今季の与四球の割合はキャリアベストのわずか 2.6%、156回3分の2というワークロードも2019年以降では最多と、質と量ともに伴ったパフォーマンスでまだまだ1000球でやれる姿を見せつけたレギュラーシーズンともなりました。ある程度移籍市場における価値を取り戻せたからこそメジャー再挑戦に踏み切れたんでしょう。平均球速は MLB 平均程度か、あるいはそれを下回る水準かもしれませんが、菅野選手が持つコマンドですとか、勝負できるボールの多さを生かした投球術ですとか、そういったところが MLB でも発揮できるなら十分通用するものを持っているはずですから、年齢が年齢だけに長期間の活躍は難しくとも、短期契約でチームが求めるものはしっかり提供できる選手なのではないかと期待しています。さて、そんな菅野選手が目指す MLB ですが、まずは今オフの先発投手の FA 市場の状況を見ていきましょう。大型契約が期待できそうな、いわゆる大物選手となりますと、オリオールズのコービン・バーンズ、ブレーブスのマックス・フリード、おそらくジャイアンツとの契約からオプトアウトするであろうブレイク・スネル、ドジャースのジャック・フラハティあたりが今オフの目玉クラスとなり、さらにはジャスティン・バーランダーとマックス・シャーザーの殿堂入り確約組や、シェーン・ビーバー、ルイス・セベリーノ、ウォーカー・ビューラーなどなど、ネームバリューのある選手も結構いるような市場となっています。菅野選手は年齢的にもバーンズら目玉クラスほどではないにしても、その次の層、1年から2年くらいの短期契約を目指すクラスにはなってくるのかなと思っていまして、契約規模としての天井は昨年オフにロイヤルズがセスルーゴと結んだ3年総額4500万ドル程度になるんじゃないかと思っています。ここまでの契約を勝ち取れたらそれはもうベストだと思いますが、ルーゴの契約開始時の年齢が34歳のシーズン、対して菅野選手の場合契約開始時の年齢が35歳のシーズンと1歳遅いことを考えますと、なかなかそうはいかず、現実的には2年契約あるいは2年目のオプションがついた1年契約で年平均1300万ドル前後、ここに多少の出来高も加えて全て達成すれば年平均1500万ドル、1600万ドル、このくらいの契約を手にするんじゃないかと予想していますが、どうでしょうか。アジア球界から MLB と言いますと、昨年 KBO からホワイトソックスに加入したエリック・フェディが結んだ2年1500万ドルみたいな契約、かなり安いですけれども、そういった契約もありますが、さすがに菅野選手クラスだとそれだと安すぎる気がするんですよね。当然メジャーでの実績がない点はリスクとしてありつつも、日本で1000球、それも菅野選手クラスとなりますと、日本で1、2を争うレベルでパフォーマンス見せていた選手に関しては、基本的にメジャーでもしっかり結果を出せている昨今ですし、また先発投手のお値段がだいぶ高い現在の MLB において、短めの契約でかつ過度に金額面でコミットしなくても済む選手の需要はまず間違いなくあるはずです。続いてどのチームが菅野選手獲得に興味を示しそうかも考えてみました。先発投手を必要としていないチーム自体が少数派ですので、ここに書いていないチームも当然候補になり得るとは思っていますが、割と先発が課題のチームで考えてみますと、例えばオリオールズはコンフ、バーンズが FA となり、怪我で離脱中のブラディッシュ、ウェルズの来季の復帰はまだ不透明。大型契約を一貫してここまで避けているチーム方針も考えますと、短期契約のベテラン先発を加える余地はあるんじゃないのかなと考えています。パドレスは先日トミー・ジョン手術を受けることが発表され、おそらく来季全休となるであろうジョー・マスグローブの穴を実績ある選手で埋めたいなら、ペイロールにそこまで余裕があるわけではないですから、条件次第といったところでしょうか。エイドリアン・モレホーンの先発転向の方が現実的と言われたらそこまでですけどね。メッツは前回のポスティング時に興味を示していたとされるチームの一つですが、コンフ、セベリーノ、キンターナ、オプトアウトすればさらにマナイアと先発陣から一気に3人が FA となる可能性があり、まず間違いなく先発補強には出るでしょう。異次元の資金力があるチームですから、その答えが菅野選手になるとは限りませんが、候補には入ってくるでしょうか。ブレイブスは近年のモートン枠で菅野選手を考えるならといったところでしょうか。ペイロールが結構カツカツなのではと思いつつも、そこは一応上がるようですし、フリードも FA となることも考慮すると、アジア人選手との結びつきが薄い点を除けば意外となくはない選択肢には思います。レンジャーズはプレイヤーオプションを持つイバルディが流出するか否か、先発の頭数自体はいますが、稼働するかわからないデグロームと回り、経験の浅いロッカーとライターと不安要素は多くありますので、イバルディが抜けるならやはり先発補強の候補としては考えるのではないでしょうか。エンゼルスは FA にお金をかけている場合かと思いつつ、やっぱり来季もコンテンドするつもりのようで、かつペイロールも多少上がるみたいですから、であれば普通に先発は欲しいんじゃないのかなと。先発投手に大型契約を与えない球団、アンダーソン以外の先発が割と白紙に近いことも踏まえるとなおさらです。ドジャースはドジャースだからという極めて雑な理由で言えましたが、今季先発陣が期待した役割を果たせなかったわけですし、マーケットは注視するかなと。このほかなぜかベテランの先発を好む傾向にあるカージナルスもあるかなと一瞬考えましたが、ペイロールを削る方針が伝えられており、ソニー・グレイスらトレード候補になりそうなところを見るに、それで菅野選手と契約したらちょっとちぐはぐ感は否めないかなと。もう少し安いクラスの先発投手だったらあると思うんですけれども、菅野選手クラスの契約となるとちょっと高いかなという気はしてしまいます。この辺りは候補になりそうですが、あとは先発のマーケットがどう進むか、どれほどのチームが菅野選手に対して興味を示すでしょうか。ということで、この冬は菅野選手がどのチームと契約するのか、その動向も楽しみとなりそうですね。かつては日本最強投手、全盛期ほどではないにしても、この年齢から彼クラスの選手がどれだけ MLB の舞台でやれるのかというのも気になりますし、活躍してほしいなと願っています。また皆さんは菅野選手どのチームと契約すると思いますか？良ければコメントに皆さんの予想なども書いていってくれると嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。